足利義継は、室町時代の武家、苦行。室町幕府三代将軍、足利義満の子で、四代将軍、足利義持の弟にあたる。王英元年、足利義満と表情衆摂津楼の娘、春日局の子として生まれた。陽名は、鶴若丸で、誕生日は不明であるが四、男か、逸尾である。同年、義満の着子義持が、 将軍職に就いた。諸子であった鶴若丸は同年生まれの春虎丸と共に僧侶となることが予定されており、梶井門関に入室した。しかし、欧永15年2月15日、吉光は鶴若丸を連れて散大した。鶴若丸は原服しておらず、同天井と呼ばれる異例の事態だった。3月4日、鶴若丸は十五石下に除せられた。 3月8日からは、五小松天皇が北山台に行行することになっており、章の演奏に長けていた鶴若丸の助舎は、足利氏に苦行の素質があることを示す義光の狙いがあったと、される。行行中の3月24日、正後位下左馬頭に、助任、さらに同月28日には邸宅を提供した、法章として14位下に助せられ、翌日には、 左この越中将に任せられた。左馬頭は、武家では、将軍と鎌倉久保のみが任官できる官職であり、この越中将に任官できるのも将軍のみであり、これらの措置は、義満の偏愛によるものと見られている。さらにこの間には、五小松天皇から酒を賜っているが、元服前の礼は当時存在していなかった。4月25日には、 大理政寮殿で元服を行った。果敢役は内大臣二条万はじめ、理髪役は頭左大弁、カラスマとヨが務めた。将軍家の果敢役は父親果敢領が務めるのが通例であり、公家の果敢役は極めて異例であった。さらに代理において、四神殿以外の場所で元服を行うのは、神皇や設計並みの形式であり、伏見宮貞だふさ神皇は、 神陽期において、親王ご元服の準拠としている。これにより、吉継は、若宮と呼ばれるようになった。同日夜の樹目で、十三未三儀に任官した。陽子丹令で再起があり、異例の昇進を見て、吉光が吉継を、後継者と考えていると予測した武将や、国も多かったようである。吉光の後遺産脱の意図を指摘する立場からは、 義継を皇位につける意図があったのではないかとする、見解も存在する。この立場に立つ今谷明は、義継の原服割立大使に基づくものであると推測しているが、森茂昭樹は、皇太子ではなく親王扱いに過ぎないと否定している。また桜井英二は義継が皇位についたとしても、犬猿の中である将軍義持と並立する形となるのは不可能だとしている。 石原秀良は、義満の行為散脱を否定する立場から、自身の公家としての役割の内将軍職とは、関わりのない部分を義継に担わせて、後継者である義持の負担を軽減させる方針の下で行われたと見ている。だが、義持は、足利将軍家は、裏方に徹するべきとの考えから義満の朝廷関与のあり方を否定し、義継の排除に至る要因になったと見ている。 しかし、吉継元服の3日後、吉光は病の床につき、5月6日に死去した。吉光の死後、吉継は新御所と呼ばれるようになった。6月7日、吉持が北山台に移り、吉継は母春日局の屋敷に移った。翌大江16年1月5日には肖像くらいに昇進。 吉持が三条傍門殿を築くと、吉継のためにも、同じ三条傍門に、屋敷が建造されている。ウルー3月23日には、加賀ゴン森、同年7月23日には、県中納言に任官した。大英18年11月25日には、県大納言、11月28日に、12位。大英19年9月14日には、因子。 王衛21年1月5日には、聖二位に寄せられる。吉持と吉継は、この間記録に残るだけでも6年間に10度以上、連れ立って、おなりや三代を行っている。王衛23年10月29日の深夜、吉継は山城国高尾に出奔し、出家した。折から、鎌倉府において前、関東関連の上杉全州が、 鎌倉久保の足利持氏を襲撃する事件が起きており、幕府が持氏を支持することを決めたのがこの日であった。禅宗は、吉継の妾の父であり、吉継の行動は、禅宗との連携と見られた。吉継は侍所によって逮捕され、仁和寺、ついで昌国寺臨行院へ遊兵された。官僚の細川光元は、 義継の旧問に反対したが、全官僚の畠山光家は、義継の切腹を求めて対立した。11月下旬には、万本と柴義重、赤松義則らが事件に関与していた疑いが持ち上がっている。近親の山品則高、日の持ち光は、加賀にる罪となり、途中で殺害された。欧映25年1月24日、義継は、義持の命を受けた。 戸カ氏ミツにより殺害、もしくは自害した。去年25、五、吉ツの死については、畠山・ミツと万世が共謀していた可能性があり、官僚万元はしばらく出資を拒否している。同年6月には、戸カ氏万城が、畠山・ミツへの弟畠山・万僚、三明寺、広史、時康正らが吉シと共謀していたと訴え出た。三明寺・広は、 出資を止められ、時安政のこと気持ち来は、主語を解任されている。11月には逆に、吉嗣の愛称林家局が、万世が吉嗣に無本を進め、発覚しそうになったため、吉嗣の無本を訴えたと吉持ちに直訴した。万世は、高野山に出奔し、永二26年2月、吉持ちの命を受けた三井によって殺害された。 影響元年9月17日に11位を追蔵され、9月29日には、新大倉宮の信号を送られた。越前国の倉、谷氏は、江戸時代中期の越前国名勝氏によって、吉継の維持である、継春が初代であるとされたが、現在では、越前守護柴氏の支流であると考えられている。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井昭一、藤原明、 コンサイス日本人明治天第5班、株式会社三成堂、2009年33ページ。ABCDE 室町幕府前将軍、官僚列伝2018、P114。ABC 室町幕府前将軍、官僚列伝2018、P115。桜井英二2009、P72。室町幕府前将軍。 官僚列伝2018、P115 から116、石原比利2012、P54、AB 石原比利2012、P49、ABC 室町幕府前将軍、官僚列伝2018、P116、桜井英二2009、P73、桜井英二2009、P74、石原比利2015、 p178 から181.355から 356abc 室町幕府全将軍、官僚列伝 2018p117abc 室町幕府全将軍、官僚列伝 2018p118abcdefg 室町幕府全将軍、官僚列伝 2018p119ab 室町幕府全将軍、官僚列伝2018 P109、AB 室町幕府前将軍、官僚列伝2018、P110、AB 桜井栄治2009、P81、室町幕府前将軍、官僚列伝2018、P110 から111、綱光後期、文案5年9月29日上越前市、教育振興課、竹尾の歴史 33P。ありがとうございます。